バンブーブレードは、原作、とつかまさひろ、作画、いがらしあぐりによる日本の漫画作品、剣道を題材としている。スクウェアエニックスの漫画雑誌、ヤングガンガン総刊号より2010年18号まで連載された。通称は、バンブー、バンブレ。同じくスクウェアエニックスの漫画雑誌、月刊ビッグガンガン総刊号にて、連載終了した、バンブーブレードシート。 BB デフォルメをもってシリーズ全4部作の完結となった。とある私立学校の剣道部を舞台に女子部員を中心とした面々が緩やかに送りつつも目標へ向かっていく日々を綴る作品。まったり放課後女子剣道コミックと銘打っている。原作の戸塚正宏はネームの作成までを行い、五十嵐アグリがそれに基づいて作画を行っている。 現在も漫画家として活動中の戸塚正宏が原作のみの担当である理由については多忙であるためと単行本一巻の後書きに記している。また同感後書きにて女子剣道部という題材を選んだ理由としては自分より女の子が描くのが得意な人が作画を担当するに当たってそれにふさわしいものを連載用のアイディアのストックから選んだとも記している。また ファンブックなどでは、女子剣道は、以前から興味があったテーマであったことをコメントしている。戸塚かまさひろが原作を担当している。関係上、本作品中では、他の土塚漫画作品に登場するキャラクターや、表現が一部に見られる。各話のサブタイトルも他の土塚作品同様、とで統一されている。バンブーブレード B の連載開始以後、と塚まさひろは本作品を、 バンブーブレード A と呼ぶようになった。なおこの A とは土塚曰く、アトミックファイアブレードの A とのこと。また土塚は C と呼ぶ第3の作品も以前から構想しており、後にバンブーブレード C が高尾神宮の作画により月刊ビッグガンガンにて連載された。単行本は全14巻発売され、累計発行部数は320万部を突破している。 室郷高校の剣道部顧問、小次郎こと石田虎侍は、愛車購入のためにかけたローンの支払いで、その日の食事にも困る貧乏生活の日々を送っていた。そんなある日、高校時代の先輩であり、同様に剣道の指導者となっていた、石橋健三郎から、自分が顧問を務めている町と高校の剣道部に、勝てたら、実家の寿司屋で1年間食べ放題という条件で、 女子剣道部の大外試合を持ちかけられる。条件に目がくらみ即脱した小次郎だが、現在ほとんどの部員が受験引退もしくは幽霊部員と化している室郷高校剣道部は、事実上の部員が部長の千葉切りのただ一人という有りで5対5の練習試合をするには等数が全く足りなかった。小次郎は翌日から早速5名の女子部員を揃えようと当てを。 探していたところ、ある女生徒が竹棒器で難なく複数のボールを打ち返すのを目撃。何としてでもその女生徒を剣道部に入部させようと試みる。厳密には、劇中劇には含まれないバラエティ番組なども、便宜上本校に記述する。アニメ版の関連書籍は別校を参照。2007年10月1日から2008年3月31日まで、 バンブーブレードのタイトルで、テレビ、東京系列にて放送された。部活動を通じて成長していく彼女たちの姿を、コミカルに描く、青春系学園剣道ストーリーと銘打たれている。このアニメのキャッチフレーズは、女の子の真剣見せてあげる。タワーレコードの通販サイト、タワー、JP など、様々なサイトで、634の件以来、20年ぶりの、 本格剣道アニメーションの歌い文句で紹介されている。オープニング映像は放映開始の時点では、第1話のダイジェストを挿入した暫定的なものだったが、完成版は DVD にのみ収録と決まり、テレビ放映文は変更されなかった。ストーリーは、制作時点で原作が未完であったため、第18話までは原作に忠実な展開、第19話以降は、 オリジナルストーリーという構成となっている。また、原作の合間を縫って、第15話にもオリジナルストーリーが挿入された。最終回では、坂木心、岩堀武史金本なるミラ、当時の原作に登場したばかりのキャラクターも登場した。第3話より、番組の合間に番組及び DVD の CM として、ファンフフ,フフフフ、というタイトルの寸劇風の映像が流れる。 内容は本編にほとんど関係がない小ネタが大半を占めており、映画のパロディなども行ったりしている。ただし、テレビ、大阪やテレビ愛知では、主題歌の CM や他作品の DVD の CM のみで、この CM が放映されることはなかった。DVD 第4巻には、映像特典として、特別編が収録されている。制作は、イオーズ・はバレリーナ。 この記事は以下のカテゴリからも参照できます。バンブーブレードに関するカテゴリ、バンブーブレード C に関するカテゴリ、BB デフォルメに関するカテゴリ。ありがとうございます。